スノーマン、YouTube 動画予告に反響、阿部亮平の言葉に注目集まる、逆再生、サプライズ嬉しい。モデルプレスイコール2023年5月19日。スノーマンが19日、グループの YouTube ショートを更新。20日に更新される動画の内容を予告をした。同グループは、サードアルバム、I Do Me が17日に発売された記念に、通常毎週水曜日の17時に配信されている YouTube を、例外的に更新することを予告。岩本照の、うもどという不思議な言葉から始まり、仲睦まじく明るい雰囲気でファンに語りかけている様子が載せられている。動画の内容については、深く言及しなかったものの、深沢達也が、9人揃ってわちゃわちゃしてますので、ぜひ鑑定ください。真似したくなったりするんじゃないかな、とコメント。それを受け、目黒蓮が、動画を見れば、最初の岩本くんが言った意味がわかるかも、と続けた。さらに、阿部亮平は、ナムを盗す、と謎の言葉を発し、メンバーの笑いを誘っていた。これを受け、ファンからは、水曜以外にあげてくれるの、サプライズ嬉しい、水曜じゃないのにありがとう、みんなのわちゃわちゃ楽しみ、といったコメントが続々。